こんにちは、イバネです。以前東映動画の入社試験、杭を打つ人物の作画の僕なりの回答例動画を公開しました。今回はパンチ動作の一例を描きながら解説します。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また必ず使うお約束はできませんし、使わせてもらっても出来上がった作品のデータをお渡しする以外のお礼はできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM でご連絡ください。ゆうすけさんのオリジナルキャラ、ミロクくんがこの丸にパンチする動きを描きます。まず 5,6 枚の原画を描いてから間に動画を入れていきます。動きのポイントが分かりやすいように完全な横位置で解説します。もちろんこういうアクションに正解はありません。シチュエーションによって大きく変わりますから、こんな考え方もある程度の参考にしてもらえればと思います。まっすぐ立っている状態から予備動作を描きます。アニメを始めたばかりの方だと予備動作の重要性はピンとこないかもしれませんが、大きな動きには必ず予備動作がつきます。パンチやキックなどの速い動きを視聴者に印象付けるためにも必要です。これがきちんと描けないと、なんかよくわからないうちに動きが終わっていたということになりかねません。最初にパンチを出す右手と体の重心を後ろに移動させます。ここでは体重が右足に乗っているので左足を前に出すことができます。この後重心が左足に移動します。体重がかかっている右足は膝が曲がり、体重の乗っていない左足の膝は伸びています。膝の描写だけでどこに体重が乗っているか視聴者に想像させることが可能です。次に踏み出した左足に体重を乗せて上半身を前に移動させます。最終目標はパンチとして右腕を前に突き出すことですが、腕の動きだけで勢いのあるパンチを打つことはできません。パンチに体重を乗せるために腕よりも先行して体を前に出す必要があります。ここでは左足に体重が乗っているので左膝が曲がっていて、体重から解放された右膝は伸びています。ただ最初に想定した球の位置だとちょっと窮屈なので球を移動させました。いよいよパンチです。漫画やイラストのように止まっている絵なら、拳が球に当たっている瞬間の右手の肘は伸びていても良いかもしれません。むしろ伸びている方が力の伝達を感じるかもしれませんが、前後に動きのあるアニメではインパクトの瞬間の肘は曲がっていた方が良いと思います。拳を振り抜く時にはすでに体が後ろに移動し始めています。当たった時に肘が伸びているとそれ以上エネルギーを目標に与えられないので勢いが出ません。体は後退し始めていても、それより早く曲がった肘を伸ばすことで十分にパンチの威力を球に伝達させることが可能になります。先ほどねと比べて体はまだかろうじて前に向かっていますが、パンチする腕の反対側、左肘はすでに後退し始めています。こうやって上半身をひねることでこの後パンチに送り込まれるエネルギーが増えることになります。右足は大地を蹴ってまっすぐに伸びている一方、全ての体重を支えている左膝は曲がっています。かかとも上げてつま先だけで体を支える不安定な状態です。腕を振り抜いた絵、パンチアクションにおいて一番重要な絵です。肘をまっすぐ伸ばしてこれまでの全てのエネルギーが解放されたことを印象付けます。この絵だけわずかに右手が長くなるようにデフォルメしています。ただし伸びたり縮んだりというデフォルメの絵は長く目に留まってはいけません。見えたか見えないかぐらいに留めてください。蹴った勢いがあるので右足先は大きく上に上がります。しかし右足のエネルギーは解放済みなので
重力に引かれて膝が曲がり始めます。後ろ髪は頭に固定されている結び目を中心に毛先が前方に振られます。全ての勢いが収束したラストの絵です。体重が乗っている左膝の曲がりはやや緩やかになり、それに伴って上半身も上に向かいます。右膝は重力に従って下に落ち、それに引っ張られるように右足先も下に向かいます。右手はパンチの流れのまま弧を描き、力を失った右肘は曲がっています。この6枚が大まかなラフです。聖書の前に流れを見てみましょう。当初予備動作から前方へ向かうところは2コマ中1枚の動画にするつもりでしたが、右足から左足への体重移動を明確にするため原画で描くことにします。ポイントは左膝が伸びてつま先を上げている一方、右足はかかとが上がっていること。上半身のひねりを強調するような絵にしたかったんですが、肘の運動の流れがいまいちになってしまうので、割と素直に中割りをした感じです。かなりサイズが変わってしまっていますし、地面の位置が不明確なので、着地ポイントも曖昧です。地面をきちんと設定してから清書していきます。聖書が終わりました。聖書終了時の動きはこちらになります。動画が入っていないのでまだぎこちないですが、全体の流れはつかめると思います。動画作業に入ります。単純に線の間を割るのではなく、動きの流れを考慮して動画を描きます。予備動作部分では長い髪の毛先を次の原画を超える位置に描くことで柔らかな動きになります。腕を上げる時には腕全体を均等に上げるのではなく、まず肘が上に上がり、拳は遅れて上がります。踏み出し始める左足も同様に膝が先行し、足先は遅れます。ここで先ほどの髪の毛同様、原画を超える位置に右上腕を描きます。これで予備動作の動画は終わりです。僕が動画をやっていた頃は今より断然原画枚数が少なく、こういった細かい部分は動画が動きを考慮して描く必要がありました。動画時代から動きのノウハウを少しずつ蓄積することができたんですが、最近では動画を経験することなく原画からキャリアをスタートする人も多く、その原画で動きを全てコントロールするように要求されているので大変だと思います。枚数を抑えた原画の動画を描くことで得られた学習機会が失われているようで寂しく感じます。パンチの瞬間はなかなし原画のみなので、ラストのフォロースルー部分の動画3枚を描きます。ここは単純に線の間を割るだけでも問題ないと思いますが、中3枚のど真ん中は振り抜いた右手の勢いを表すために原画を超える位置に毛先を描きます。右足先は膝に引っ張られて加工していたので、膝の加工が終わってもすぐには止まれず、こちらも原画を超えた位置に足先を描きます。これで全ての動画が出来上がりました。完成動画です。今回は自分が動画を描くことで原画の動きを補完することができました。単純な線割りでこのアクションを実現しようとすると全原画に近くなると思います。これからもアニメの動きの仕組みを解説するような動画を作りたいと思います。
次の動画でお会いしましょう。さようなら。